トッテナム超絶望。獲得できない。伊藤博樹は、CL もそうだし、ビッグクラブに行くこともそうだし、あとは、どこにチャレンジできるか、ところをしっかり見て、選んでいければ、もちろんプレミアにもこだわりはありますけど、とにかくネームバリューのあるクラブに行きたいと、大幅なステップアップを望んでいた。その中で、今回の獲得を目指していたとされる、トッテナムは、獲得できないと A メディア、インサイド、フットボルが報道、バイエルンミュンヘン、春のサプライズ、トッテナムが欲しがる DF 獲得目前と見出しを打って、アンジェポステコグルー監督は、別のセンターバックを獲得すると見られているが、伊藤を獲得することはできないだろう。伊藤の契約には、3000万ユーロの契約解除条項があり、バイエルンにとっては、簡単な取引となったと、落胆した模様だった。ジュビロから届くしてあっさりとレギュラーを取ったのが印象的だった。アヤックスに行かなかった選球眼も素晴らしい。チームは変わっても同じ分ですなので相対するアタッカーたちの顔ぶれは大きくは変わらない。だからバイエルンもある程度計算が立つと考えたんでしょう。来季の楽しみがまた増えました。トッテナムも良いチームだけどバイエルンとはすごいね。移籍金も安くないのに。ぜひともレギュラー級になってください。初めて日本代表でのプレイ見たときはバックパス多いなぁと見てましたが、海外で素晴らしい飛躍してます。トッテナムも伊藤を注視してくれていたクラブでしょうが、伊藤の口ぶりからすると結構な数のオファーがあるんでしょう。じゃないと選びたいみたいなコメントは出てこないだろうし、その中でバイエルンに今の段階でいけるのだから素晴らしい。バイエルンとアーセナルの DF がいる日本代表ってすごいな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。